俺たち飲んでたら、うん、なんとあの亀山さんの、うん、あの亀ちゃんの、うん、DMM ビットコインがなんと480億いかれちゃいました。いやー480億いってらっしゃい。どういや、なんで俺これなんて言えるかっていうと、いや俺よくもうちょっといい、俺は俺が出資してた、はい、財布っていうサービスで、うん、俺のせいじゃねえよ、うん、俺のせいじゃねえんだけど、財布ってあったでしょ、 ZAAF っていうサイトで、あれ俺だからマジで、うん、あれさ、そもそも極すった400万円ぐらい極すって奥さんに、うん、その400万円だったら売っていいよって言われて、買収した名古屋のサラリーマンがやってたビットコインとモナコインのサイトを買収して、俺と一緒にあのビジネスパートナーの人と一緒に二人で立ち上げたサービスは財布って、めちゃくちゃ日本で1番か2番ぐらいの取引所だったのに最後ごっくすったわけ。それで俺さ、ごっくすったっていうのね。あの、マウントボックスってあるじゃん。マウントボックス事件があったから、13年前かな、うん。マウントボックス事件があったから、それから暗号通貨を盗まれた取引所はごっくすったって言われるわけ。で、だそのごっくすったわけ。で、うん、俺も、だから、買収したサイトがごっくすったんだけど、うん、俺が出資してたサイトもごっくすったわけ、最後、60億。ずっと。でも、コインチェック事件はさらにその上行ったわけじゃん。あれ何億円ぐらい？コインチェックの方がちょっと前なんだよ。400億ぐらい。もう400億ぐらいだったの、うん。で、それさ、まあ、あの、マネックスが買収してさ、うん、もうマネックスの今、稼ぎ頭ですよ、今。しかもそれをさ、ね、大江さん、旦那さんが、そう、買収して、行ったんだけど、うん、もうドコモにね、あの、ドコモは出資してさ、うん、ドコモのグループ会社になっちゃったんだけどさ。さすがね。それで、あの、ほら、ローラさんがね、広告と勤めてる DMM ビットコイン、六本木のあのところにでっかい看板あるじゃないですか、DMM ビットコインって。うん。dmm.com、あ、はい。なんですけど、うん。亀ちゃんが。絶対亀山さんが、そんなわけやばいことやるわけないと思うんですよ。いや、亀山さんは、あのね、暗号通貨は、結局のところ、ディーセントラライズをされてて、うん、一つ一つの口座が、結局パスフレーズを管理しないとダメなんで、はい、それって結局多分俺内部者の犯行なんじゃないかと俺は思ってんだけど、その結局その管理をどういう風にやるのか、だから複数人でそのパスフレーズを共有す、あ、パスフレーズっていうかそのキーを共有するようなスキームをちゃんと組めてるのかどうかとか、そういう、まあ俺も偉そうなこと言えないけど、俺もでも経営してたわけじゃないからね、俺も共同出資で作ってて、俺はオペレーション入ってなかったから財布は盗まれちゃって、俺もじくじたる思いですよ。じくじたる思いってのは、俺本当に悔しい。ていうか俺も、あの時、あのサイト何百億で売れるような感じだったの。そりゃそうだ。で早く売ればよかったのにとか思ったけど、まあとりあえず60億ごくすって、財布は他の会社のグループになっちゃったわけですよ。だけどさ、dmm.com が480億はやっぱ他人事じゃないよね、だからね。え、俺だって亀山さん20年前から知り合いだしね。でもあれさ、誰が悪いんですか？どう悪いんですか？やっぱり管理体制ですよ。だから普通の銀行と違って、ビットコインとか暗号通貨の管理体制ってのは難しいのよ。わかんないな。いやいや、だから、その、要は、うん、俺、あともう一個やってるわけ。うん、俺ももう一個ごくすってんだけど、ごくすって俺のせいじゃないんだよ。俺のせいじゃなくて、いや、イーサリアムのクラウドセールに申し込んでたんだけど、うん、その時に最初にパスワードみたいなの入れるわけ、うん。16桁ぐらいのパスワード入れんだけど、うん、ちゃんと入れたのよ。ちゃんと覚えてたの。うん、なんか見たんだけど、イーサリアムの技術者のミスで、日本語のサイトからそこを申し込むと、パスフレーズが再現されない問題ってのがあって、それで俺そのまま寝かしといたら今4億円になってんだけどね。それじゃあ4億円はあるんだけど、うん、引き出せない、自由に動かせない。もったいない。でも台帳には記載されてるから俺のもんなんだけど、ね、どうするの。いやだからでもそれはルーマニア人のハッカーが
動かせたって、実際俺の友達も同じ時期に俺の20倍買っててさ、うん、それでそいつは動かせたんだけど、うん、博感頼んでそいつ、まあそのつごととんざらしちゃって1億円だけなんか店金もらえたから、でもいいじゃん、もう20万円が1億円になったからいいじゃん、半分やるからみたいな仕組みになってるわけ。まあ要はそういう仕組みになってるわけ、うん、その台帳があって、台帳に自分の ID みたいなのがあって、その ID に紐付けられたパスフレーズがあって、うん、それを覚えてるか覚えてないかみたいな話なんですよ、うん、でそれを何人で共有だから3人で共有するスキームとかもあるから、うん、それをちゃんと徹底すればよかったと思うんだけど、まあ想像でしかないんだけど、うん、どこかにそういうのをパスワードのパスフレーズのその共有ルールに穴があったんだと俺は思うよ。うん、ね、難しいっすよね。僕も全くガチ知らないけど。だけど、俺、そんなの盗まれるもんなんじゃないっすよ。でもさ、亀山さんがさ、いくら資産家かわかんねえけどさ、うん、普通はさ、やっぱ480億ぐらいの未上場、いや、未上場じゃん。うん。株式じゃないじゃん。DMM はね。そう、はい、DMM はそうじゃん。はい、だから普通はやっぱりさ、でもさ、現金で480億をね、銀行に預けてるわけないじゃん。うん、でしょ、うん、で、DMM 本体もさ、そんなキャッシュローがさ、ないね、480億ってあったらさ、逆に大阪にすごいじゃん、うん。で、最近さ、DMM ってさ、エロでさ、うん、ビザとかマスターとかのさ、決済がさ、やばくなってるわけ。知ってますよね。ファンティアが今月突然、ビザマスター、決済 NG になったのよ。うんうん、エロが多いからさ、うん、だからそんな感じでいろいろ苦しい局面にあるときに亀山会長がどうやって乗り切るのか。え、なんかでも僕一瞬そのニュース友達から送られてきてみたら、もう保証するって、保証するって言ってんだけど、どう保証するかってこと。あ、だから現金で全部それ保証するんだよ。どうすん。いや、だから全部現金をそのユーザーに、だからそれをどうすんだって言ってる。そうそうそう。それをどうすんの、その現象は。いや、ないでしょ。いや、だから今、すごい工面してんじゃないの。いや、かわいそうに。あの亀山さんがね。あんなゆるく楽しく生きてたのに。dmm.com。なんでかわいそうに。まあでも、ほら、三本さんに出資したりするし、いろいろね。そういうのあるんですよ。ということで、暗号通貨の取引っていうのは、そういうところをギチギチに固めてやんないと難しいんですよ。僕もごめんなさいね。財務の時は、僕経営陣に入ってたらギチギチに固めてたかもしれないですけど、なんかいろいろ、はい、いろいろ金融規制当局になんか堀江が入ってたらどうのこうのとかって言われて、僕はちょっと外側から見てたっていうのがあるんで、それは本当かそうかわかんないんだけど、とにかくね、うん、暗号通貨の経営をやってる人たちほとんどいないと思いますけど、注意してください。だけど亀山さん多分本質的なところで、いや、わかんない、今回もホットウォレットから、あ、ホットウォレットっていうのは、うん、本当ネットに完全につながっているウォレットから流出したのか、うん、コールドウォレットから流出してたのかまだわかんないんですけど、うん、コールドウォレットから流出してたとしたら、本当内部でずっと前からやってるコールドウォレットにアクセスできる、しかも この規模になるとコールドウォレットって多分複数人で管理してるはずなんですけど、その複数人のうちの一人が、複数人が全員裏切る、あんま考えづらいんですよ。一人が裏切っても無理だ、うん。でもね、多分 DMM の規模だと480億円って、ホットウォレットかもしれない。だからもう要は数千億円の規模の流通額になっていて、うん、流通額っていうか、うん、預かり資産になってて、うん、その中の一部が、うん、流出した。だからホットウォレットが流出したんじゃねえかなって俺は思ってる、なんとなくね。うん、わかんないけどね、うん、で多分なんかそのある一定のルールで、その顧客のそのパスフレーズっていうかパスコードをハックして動かせるように、パスコードだけわかれば引き出せるんですか。あ、だから ID っていうか、そのだからそれはキーバリューのペアがあれば引き出せるんで、取引所のシステムっていうのは全然自分とか関係なく、その取引所と自分の ID パスワードとか二段階認証とかやっていて、その先にあるんで、それは取引所じゃなくて DMM なんですよ。
DMM が全て管理してるん で、 でそれをホットかコールドで管理してますよって話なんですよ、うん、でやっぱある程度まとまった毎日取引するんじゃない額はコールドで複数人が合意のもと引き出せないとダメなようにしてると思うんだけど、その常に動いてる部分っていうのは担当者のすごい裁量でできるようになってるんで、まあ内部反抗者説ってまあまああんのかなと思ってて、だから DMM ビットコインがある程度成長するまで内部に入り込んで待ってた賢いやつがいるかもしれない。